東洋高速鉄道北奈良市の駅北奈良市の駅は千葉県船橋市奈良市の第3丁目1番1号にある新京成電鉄東洋高速鉄道の駅である新京成電鉄の新京成線と東洋高速鉄道の東洋高速線が乗り入れており接続駅となっている駅番号は新京成線が SL19 東洋高速線が t r 0 4 新京成電鉄新京成線奈良市の駅と同様、所在は船橋市奈良市の台である。2009年3月29日に新京成の新駅舎供用を開始し、トイレには多機能トイレも併設された。それに先立つ同年1月27日に東口ロータリー横に開業した北奈良市の駅前ビルと新駅舎を連絡するペデストリアンデッキ及び地上街。 東洋高速鉄道改札口を連絡するエレベーターも設置された。2012年8月1日には駅直結の商業、ビル、駅滝田北奈良が開業した。島式ホーム1面2線を有する地上駅である。駅舎に続くペデストリアンデッキから、後日の T2 出口、T3 出口、T4 出口への階段などがある。コンコースには、 滝のおトイレを併設した男女別の推薦式トイレが設置されている。旧駅舎だった頃は男女共用の推薦式であった。北奈良市の駅管区として、蓋は向かえない駅高根木戸駅間の各駅を管理下に置いている。乗り場島式ホーム一面二線を有する地下駅である。電車侵入時の風圧が強いことから、ホームには注意を促す看板が貼られている。 番線は神経生線からの連番である。2007年から2008年にかけてはホームから改札口と改札口から地上部へのエレベーター設置工事が行われた。完成当初はペデストリアンデッキ設置前だったためエレベーターの2階部分がむき出しになっている時期があったがペデストリアンデッキ共用開始後は地下地上2階の利用が可能である。出口は5カ所ある。 乗り場近年の1日平均乗車人員は、下表の通り、駅前バス停に多くの路線バスが乗り入れている。ありがとうございます。